皆さんこんこにちは浜江のちです本日ご紹介させていただきますのはこちらの方オークリーのオプサルミックフレームの人気モデルクロスリンクシリーズに最新作が加わりました、えー、クロスリンク MNP を本日はご紹介したいと思います、えー、最大の特徴となる今回の新しいクロスリンクなんですけれどもトゥルーブリッジテクノロジーという新たにい このノーズパーツをです、ね、交換することでフィット感を高められるという、えー、機能が取り付けられているのがこちらの方の最大の特徴になります。えー、このノーズのパーツがです、ね、取り外しが可能になってまして他にも3種類ついてきて、えー、パーツ交換をしながらフィット感を、えー、高められるというのが今回の特徴になります。ここのノーーズパーツもです、ね、こうやって ちょっとくらい触ったくらいでは全然外れないという構造になっているんですけれどもこちらの方ちょっとコツがいります。 かなりパチンパチンという音を立てるくらいまで力を入れると簡単に外せるようになっております。どのような構造になっているかなんですけれどもお分かりいただけるかちょっと見づらいかもしれないんですがこのノーズの側面のところに穴と突起物がついてましてこれで引っ掛けるように取り付けているというのがこのパーツの特徴になります。フフレレーーームムのののの方もでですすねねここノーズの上にににある突起物れ真下に 穴が開いててありましてここをはめるようにしていくというのは、えー、手順になってくるんですけれどもフレームの方にもですね突起物と側面に穴が開いているという構造になっておりますこの突起物と穴に、えー、パーツをはめ込むようにしながら取り付けていくというのがコツになっております、えー、取り付けもですねフレームのこの突起物に、えー、ノーズの穴を 当てるようにしながらちょっとひねってあげると簡単にもうこれで取り付けが可能になります。えー、同様に逆側も フレームの突起物の方にはめるともうこれで取りり付けが可能になります。最初のうち、えー、ちょっと慣れなくて怖いなというところあると思いますんで我々眼鏡店スタッフに任せていただければと思うんですけれどもこれで交換可能になってくるというのが最大の特徴になります、えー。テンプル交換ができるというのは今まで通りになっておりますので、えー、パーツもですねこの通りケースもついてきて。 黒いゴムのイヤーソク付きのテンプルがもう1組そしてノーズパーツも3種類ついてきますのでこれで交換していくというカスタマイズできるアイテムになっております、えー、かけたところも実際に見ていただきたいんですけれどもまずこちらの方がですねえー、と55サイズという大きいサイズのアイテムになりますこちら55サイズなんですけれども視界が広いアイテムですねサングラスに仕上げてていいいいただいてもかかなりかっこいい フレームになるんじゃないでしょうかここのスクエアな印象はですね、えー、かなりキリッとした印象を作り出せるかっこいいフレームになっておりますそしてこちらが53サイズというちょっとサイズの小さいものになります掛け替えますとこのような印象になります えー、視界なんですけれども53サイズでもですねそんなに狭いという感じはしませんので、えー、フィット感で選んでいただければよろしいんじゃないかと思います、えー、55サイズですとちょっと緩いかなという方にはこちらのワンサイズ下の5353 53だとちょっときついかなという方にこちらの55がよろしいんじゃないでしょうか本日ご紹介させていただきましたのはオークリーの「 新しいクロスリンクシリーズクロスリンク MNP です、えー、フィット感もかなり改良されているというところもありますので今まで気になっていた方はぜひチャレンジしていただきたいアイテムですどうぞよろしくお願いいたします本日は以上です